はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、ワンパチを描いていきたいと思います。ワンパチはジュリーフィッシュさんがリクエストくださいました。リクエスト本当にありがとうございます。ポケモンの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まず頭をくるくるっと描いて、顔をちょっとポッペプクッと描きます。で、目を縦長の丸で描いて、で、目の中にひし形を描きます。ちょっとこう組んでで、こっちにも縦長の丸を描いて、で、ひし形を描きます。で、ここの黒く塗ります。で、鼻をビーンと上げて、三角、逆三角描きます。で、口をグイッとこの鼻の下ぐらいでちょうど上げていって、で、ふにゃっと丸くして、で、舌を出していきます。ペロッ。で、こうつながってきて、で、足を丸く。で、ここちょっと線途切れさせたりしますね。で、キーバ。こっちの縁をちょっと黒くしていきます。で、こっちもちょっと黒くして。真ん中もちょっとだけで、耳をグイーンと上げていって、こっちもグイーンとで、ちょっと下ぷくーっと膨らせて、で、耳の中ですね、これ輪郭に沿ってクリッとして、で、首のところをここもこう。こっちをくるくるーっと描いて、で、ゆりまきみたいにもこうっと首の周りにさせていきます。で、お腹。で、足ですね、足を回る。で、ちょっと左足は斜めに上げて、で、お尻ですね。ここからお尻プリッと。で、足、後ろ左の後ろ足をちょっと引いて、足で、お尻にくるくるっと回り模様を入れます。で、尻尾は雷の電気みたいな感じ、膝まず目の下に色でひし形を描きます。ひし形を描いて、で、それ以外のところを分量で塗っていきます。鼻も黄色ですね。ちょっとこのハイライト入れて、で、目の周りも縦長の丸で黄色く模様を入れて、で、こっちも縦長の丸で。この耳の中も黄色で描いていきます。あと首のこの毛分です。下を濃いめに塗ります。この辺り影がつくので濃いめに塗って、あとはこのお尻の模様と、でこの雷の尻尾のギザギザね、下にちょっと影をつけて、で耳のこの口のこっち側をですね、緑で塗っていきます。ここに影をつけて、あとこのお尻の模様も黄緑で塗っていきます。で口の中を紅色で塗っていきます。この辺りはちょっと薄い。ここはちょっと薄い。で、こっちは奥はここ。で、黄土色でこの顔の周りの耳を塗っていきます。この目の縁に近づけて、あとここ横ですね。横に伸ばしていって。で、こっちも高ラインを通して、で、また横に伸ばします。耳はちょっとこういう、こっち加減にあるので、こういう耳で。で、足は白いので、お腹ですね。こう、こういう、で、こっちもちょっと見えて、で、背中側に。この辺りまで濃いめになって、影を散るように。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。